坂町では今朝から新技術を活用した 3D プリンター住宅を建てる実証実験が行われています。施工期間は3日間で、1日目の今日は 3D プリンターによって作られた外壁を組み上げています。今回の実証実験の鍵はスリムクリートという特殊なコンクリートです。針のような高繊維が入り、一般のコンクリートより8倍の強度があります。現在建築物には鉄筋や鉄骨などを入れる必要がありますが、機械による自動化ができないため時間やコストがかかっていました。今回の実証実験では鉄筋鉄骨の代わりとしてこのスリムクリートを外壁の穴に流し込み、施工時間やコストがどの程度削減できるか確認したということです。広島県には優秀な自動車産業の会社さんがいっぱいいるんですね。ぜひ自動車産業の方に住宅産業の完全ロボット化を支援してほしいと思って、広島県の方で実証実験を行っています。実証実験ではあさってまで行われ、出来上がった建物は現在の法律に合わせて鉄筋で補強した上でイベントなどに使用されます。